尋常は平安時代石棺期の長議の形式の一つ。左右この F の陣に苦行の座を設定し、大臣以下の苦行と4位の3議以上の犠牲官が出席して、外交、財政、除衣、受領任命、改元など重要な政務が審議された。この F の陣において招集されたので、会議の場を人座または杖座と呼称された。もともと 人は三大する苦行の待機場所として用いられたが、平安時代に朝廷の会議への天皇の臨席が減少すると、陣を苦行の会合の場所とすることも増加し、大乗官で審議する会議も儀容殿から西日差しで繋がっていた左この絵人座に移された。三大実録の記事などから元行年間に成立したと見られている。本来は非公式の会合であり、 意思決定も搭載合議制に則っ,って行われていたが次第に実質上の政策決定期間となった。尋常は情景により主催され会社から上位者の順序で発言がなされる。そして異論も併記された総文が賛議により取りまとめられ蔵人を通して天皇と摂政または関白に相問され決裁を受けた。当初は 上位者から会社の順序で発言する習わしであったが、一旦上位者が発言すると会社が萎縮して、異論を差し挟みが高かったため、順序が入れ替えられたとされる。川尻昭夫、尋常の成立、吉村武彦編、日本古代の国家と、冒険、社会花輪書房、2014年 ISBN978 から4から827312683。ありがとうございます。